保健省はフランスの省の一つ、健康問題及び政府の社会政策の実施を担当する。2017年までは社会問題、保健省と称していたが、2017年6月21日の第2次エドアル・フィリップ内閣発足時に連帯、保健省に解消された。厚生、スポーツ省時代の厚生省庁舎厚生省の期限は、 1920年に設置された衛生援護社会保険証に遡る。同省は内務省の援護公衆衛生局と労働省の社会保険局を分離、統合して設置されたものである。1930年4月4日の法律により衛生援護社会保険証に代わって公衆衛生省が設置された。 同省は1934年から1936年までの間、公衆衛生、体育省と解消された。戦時中には同省の所管事務は家族省の所管となるか、あるいは消滅した。1946年に公衆衛生省は人工省と統合され、公衆衛生、人工省となった。1956年には労働省が所管していた。 社会保障に関する権限が、同省の所管となり、社会問題省と解消された。第五共和成果においては、公衆衛生に関する職務を所管する省庁は、頻繁に変更される。健康の後は、省の名称に用いられないこともあり、代わりに、社会問題や連帯が用いられることもある。厚生大臣は、社会問題 連帯及び社会的団結、公衆衛生並びに医療制度の整備に関する政府の政策の立案及び実施を任務とする。厚生省の組織は以下の通りである。大臣は中央行政機関に加えて担当大臣、官房及び報道官をその権限の下に置いている。担当大臣もまた同様に官房を有している。第五共和制。ありがとうございます。